東京池袋のデパートでは今日早速初売りが始まりました。多くの来店客が訪れ開店を予定より30分早めました。それでは開店でございます。今30分前倒して開店しました。開店を待っていた多くの人が店の中に入っていきます。西武池袋本店では去年まで新型コロナ対策で密を避けるために食品福袋は7階の特設会場でしたが、今年は主に地下の総菜売り場で販売し、買い物客の回遊を狙います。一気にこう爆発する感じで買っちゃいますね。なんかね、物価が高いので大変なので。さらに増加する外国人観光客に対応するため免税カウンターを増設しました。例年元日の売り上げが1年で最も多いということです。